目黒蓮、佐野優斗を困らせ大爆笑、トリリオンゲーム。撮影裏でも役を意識、関係性が出来上がっている。7月14日にスタートする TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲーム、毎週金曜22時から、で連続ドラマ単独初主演を務める目黒蓮、スノーマン、とタッグを組む佐野優斗にインタビュー。初共演の感想や本作の魅力について話を聞いた。ビッグコミックスペリオール、小学館で連載中の同名漫画を原作とする本作は、世界一のわがまま男、野春と、気弱なパソコンオタク、野岳という正反対の二人が、ゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れようと成り上がるノンストップエンターテインメント。主人公の春を目黒、岳を佐野が演じる。目黒、佐野くんが岳をやると知った時に佐野くんのことを調べたら、キッチンでインスタライブをしていて、すごく流暢に喋っていて面白い方だなと思いました。実際に会った時にビジュアルが岳っぽいなと思いましたが、岳より流暢に喋る方だなという印象です。